これ何っていうの、これ何、これ名前なんていうの、これ名前なんて言ってんのって本職さんが聞いてどうぞ。本職さん、洋食屋さんね。これ何、オムライスの中身でしょ。オムライスか。チキンライスっていうの。チキンライス、ケチャップライス。 美味しいな。美味しいよ。最近ちょっとケチャップが出てきたね。だってこの間買ったから。あ？買ってないよ。前から。あったね。フー切ってなかった。うん。あ、この間なんだっけ。なんでフー切ったんだっけ。フー。 何使ったんだっけ。あれ、麺類に使ったんか。違うか。違うか。スパゲッティ、うん、こんなになってないの。なんかで蓋開けて、袋開けて、開いたから、使えた。え、何だっけ、何ですか。 そういうことも<笑>ちょっと忘れちゃったね。あった。何でしょう。あった。何じゃ。ピザ。あ、ピザか。昨日や。昨日やっけ。昨日だよ。昨日の昨日。パンピザ。あ、パンね。うん。パンのピザね。うん。甘いね。ピザソース買いに行ったけど、なかったね。その代わりにトマトケチャップでした。 シャンプーかつけたの。いや、ずっとついてるよ。雨やんだ。雨やんでるね。ここのエアスパスがあるとこ、もう水浸してる。 スパークス、ありがとう。いいじゃん、別にお水、たまにお水。うん。うまい。うまい。おいしいの？うまい、うまい。おいしいの？
まいまいしか言わない。チキンライス。あ、そうか。これは豚肉だから。別にそんなのどうでもいいんだけど。名前は。ブドウチとパイナップルとどっちがいい？ブドウとパイナップル。どっちを早く食べた方がいい？どっちでもいい。どっちでもいい。今ブドウ食べたからでパイナップル食べる。これとこさんの山梨。うまいよ。うまいの。甘くてうまいよ。甘くてうまいの。うん。よかったね。
ピアゴもこんな奥なの売ってたかね。売ってるよ、うん、え、これピアゴじゃない。いや、2つやだね、うん、入ったそう、うん、どっか、どっかりじゃないけど、ここね、すいません、何から何まで美味しかった、分かったね。